ボクシングでは、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ケニア、南アフリカ共和国、香港、トリニダードとバゴナミビア、ベリーズなどの英連邦でよく見られる、キリスト教に由来した休日。日付は12月26日。アイルランド、ドイツ、北欧などでは、セイステファノの日。クリスマスの翌日で、もともとは、教会が貧しい人たちのために寄付を募った。 クリスマスプレゼントの箱を開ける日であったことから、ボクシングデーと呼ばれる。なお、スペルは同じだが、スポーツのボクシングとは無関係である。クリスマスも仕事をしなければならなかった、バトラーはじめ、使用人たちに翌日、家族と過ごさせるための休日で、この日は、一家の者たちは使用人に頼らず自分で、すべての家事をしなければならない。また、当日、主人が箱に贈り物を入れて、 彼らに配った。他、クリスマスにクリスマスカードやプレゼントを届けてくれた郵便配達員にも、ネギライの意を込めて26日に箱入りのプレゼントをする。また、バーゲンセールが行われる。近年では、ブラックフライデーの普及などにより消費が落ち込み、重要度は減っている。ありがとうございます。